わたべばりりょうすけっす。今日はね、今ここ来ちゃうのは牝馬族っていうね、必ずみんなテレビしかり、写真しかりで見たことある世界で一番美しい民族と言われちゃうね、牝馬族っていうところがあって、まあ、そこのね今村にお邪魔しております。でね、ここが駐車場なんやけどすごくない？もうパーキングと書いてあるだけでほぼ周りなんもないみたいな、完全に野営地みたいな感じやけど、ここからねちょっと牝馬族の村歩いて行って、ちょっと村の様子とか、それから牝馬族の、本当の生牝馬族どんな感じなんかっていうのをちょっとみんなにお見せしたいと思いますので、早速行ってみましょう。今ね、カマジャプっていうところにおって、オムサオーナっていう牝馬の村。モコニウォームスカテルビューラー。You tried it? Yeah, I tried all day. In Swarco? No, in South Africa. この辺のね、木にもね、俺が食ったモパネワームっていうのがおって、それも食ったりとか。ここにもね、モパネワームおるらしいよ。で、今回はね、その乗り合いのツアーみたいな感じじゃなくて、そういうのって結構ね、本当に観光慣れしようとことか、みんなで行く場所ってあんまりなんかいい場所があんまなくて、こういうツアーって。だから今回は本当現地の、住民たちとかに聞いて、本当にあの伝統的な生活を送っちゃう牝馬族の村をしっかりガイドさん付きで案内してくれるとかないかってことで聞いた場所がここやから、みんなもね、こう部族ツアーとか行くときはね、乗り合いのやつよりもこういう感じのかなりローカルで本当に伝統的な場所に連れてってくれるやつに参加した方がいいかなと。あとね、やっぱ本当にそういう歴史のある民族なんで、勝手にね、行って勝手に撮影してくれっていうのは結構問題になったりするんでね、しっかり許可取りながら行くのが大事だと思います。ガイドさんとか入らせてもらうお金で1人1400円、結構かなり安いと思う、それでこんだけがっつりねガイドしてくれて、写真も OK 撮影も OK という感じなんで、この人ももともとここに住んじゃったけど、今は移り住んだという感じだし、で正面に今見えてきました、牝馬の村が。すごいすごくねじゃあマジでやらせとかじゃなくてガチやから、ガチすぎる、すごいな、ワンダフォー。いや、ベビーアーザビレッジ、すげえやばいよ。この辺は本当に野生動物もめっちゃ出てくるから、ジャッカルとかチーターとかも出てくると。で、一応家畜ショーみたいで後から見るけど、そういう家畜はちゃんとこの村の中で守って、動物たちから襲われないように、一応羊と牛を飼っちゃうということで、基本はねファーマーってことやから、たまにねそういう牛とかも売ったりもするし、羊とかを育てて、あとは牛、ミルクね、それもちゃんと市場に出して、それが生活源となっちゃうと。あとこういう観光資源ね。The handshake is okay? You have been in Africa. Like this, okay? We did it like this. Okay.握手は OK と。だからね、部族は結構ケアしないといけないから、変な菌入れないようにね。モア？モロ。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 テレビ？テレビや。牝馬の人たちはやっぱりね、英語は喋れないと。このね、家、ここね、見えるやろ。これはね、牛の、うんこで作っちゃうという感じ。あれ、モナムンドモンジュア？この中、見れる？アランドゥヌワイヒディマジャマンゴグランダカララララカワイカラガヒナガハッすごいな。これね、牝馬の女性のこの髪、こう赤いと思うんやけど、これが牝馬特有の泥、赤土の泥を使ってこう髪に塗ったりとかすると。で、牝馬の女性は生涯一回もお風呂に入らないと。お風呂に入らないと臭そうやん。だけどね、今全然臭くないのね、全く匂いがしない。なんでかっていうと、匂いが取れるお香とかこの土を使って、もうちゃんと洗浄してるという感じなんで、全くその汚くないよね。だから本当に美しいって言われちゃう理由の一つと。で、ここについちゃう、これ、この髪の先、髪はここまでで、ここから先は実はね、動物の毛を使っちゃう、まあ、人間でいうとエクステみたいな感じで、昔はこのエクステの毛っていうのはこうね、外から取ってきたりしたんやけど、今最近はね、もうちょっと街に行けばこれが売っちゃうらしくて、これを買うと1個140円ぐらいらしいんで、まあ、それを買っておしゃれにつけちゃうと。このブレスレットかも全部自分で作ってると。なわThe sauce which they have made. Boy. Sauce.
Can I try? Mango gororogma. Can I try? Oh. Is it okay? Too hot. Oh, what's yes. made of? Wild Spanish, it's something which grows locally with the raining season. これ、なんかやばいな色。大丈夫かな？いただき。うん、おいしい。Yeah, that's a sauce. And then they have the normal なんかサラダの、本当ドレッシングみたいな感じ。ちょっとスパイスが効いちゃって、わかめみたいな味すんな。で、こっちがね、あの餅とパンの間みたいな。めちゃめちゃあの、マッシュドポテトみたいな。すごいや。写真、あ、オッケー、写真撮ろう。いい感じ。うん、これが子供がいないですよっていうサインらしいね。なんかね、一応ね、今国の方針としてヒンバ族全員ちゃんと教育を受けろってことで、もうね、あの学校に行かせるみたいな感じになっちゃって、なんかそのせいでね、ヒンバ族の数が少なくなっちゃうらしくて、地元の人らはヒンバの方の伝統を守りたいけど、国としてはね、経済成長させたいから、ヒンバ族をまあできるだけ少なくして、こう教育を受けさせるような環境を増やそうみたいな感じの動きになっちゃうみたいね。ちょっとなんかジレンマっていうか、伝統文化を守りたいけど経済成長もしたいみたいな、ちょっと国のね、ちょっとこう難しい部分であるよね。かわいい。Hello. Hey, hey, I'm a noise. I'm a gogo me. I'm a no. 超かわいい。かわいいんだけど。頭丸丸して。丸丸かわいいね。ねえ、これほら、これ、これ。そうね、これはい、お兄ちゃんってほら、ねえ。すごい、めちゃくちゃかわいいんだけど。ほら、見てこっちほら、カメラカメラ。かわいすぎる。いや、みんなね、服はほぼ着てないね。バイバイ、タッチ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。あ、バイバイ、わかる。ねえねえ。子供たちは撮ってきた。あ、写真も。お、いいよ。いいよ。使うの？これ見て、こっち見て、ほら。ほら。超かわいい。ヒンバ族はハントはあんまりしないと、うん、ハントする力がなくて、他の部族がおるんやけど、そいつ、そこの部族もそんなに強くないから、あんまりハントができない。だからこそ仕事が、ファーマーの仕事になるというらしい。モロテレビテレビモロナワナワ。ここが今、牛たちとか羊たちはもう放牧してる状態で、多分みんなここに最後入れるんやろうね。結構動物の匂いがするよね。今からね、そのヒンバたるゆえんのその赤土、体に塗るやつ、髪に塗るやつをちょっと見せてもらおうかなと思って。すごいよな、これさ、牛の糞で作っちゃうってだいぶ耐久性あるよな。臭くないの？Hello. Hello. Hello. Now you can see little bit of wow. Hello. Hello. これはね、あの結婚式用のまあウェディングドレスやって、でこれは牛の皮で作っちゃって、すごいよこれ。本当に伝統的な村やから、あの電気もないし、もちろんガスもないし、テレビとかもちろんないっていう状況で、まあ夕方になるとみんな炎を焚いて、その周りに集まってみんなでこうワイワイ話しながらみたいなあの生活を送っちゃうみたいね。枕やって、これをこれをね、こう枕にし、横でこうこうやって寝ると。おお。In the first box it's a body lotion which you was asking the red ochre powder which the ladies use. すげえ。 You can also put it on、yeah? so we saw it. すごい。これさ、まずこれ牛の角でできちゃう箱があって、これをまず手作りで、この中にこの赤土が入っちゃうよね、今この女性たちが塗っちゃうやつで。これを取るとほら粘土みたいな感じ、それをこう塗る、塗ることもこうできるってことでしょ。うわー、すごいねーこれ。すげーやけどこれ。インセクス。いや、なんかこれ本当日焼け防止にも、まあいろんなそういう皮膚病にもいろんなものに全て効くって言ってるから、本当に大事。ってかね、伸び具合が半端じゃないのよ。ちょっとだけしか塗ってないのに。ミクシャー。だってヘアトゥヘア。The perfume on the necklace is problem of the arm also on the angle bracelet. 香水はまたね別物で、ちょっとこう色が違くて、これをまあこう脇とかね、ちょっと匂いが気になる首とかの部分につけるらしい。すごいこう hair growing。なんてやろ、ミントっぽい感じの、まあまあ全然いい匂いがする。2日に1回はみんなねこうやってやるみたいね。
She smokes around the neck or bottom of the hair, that's to kill small germs, insects. こうね、なんか中で蒸して、これが一応ね、あのウォッシュマシンやって、まあ服をね、洗うというか、洗浄するというかね。でも水とか全然使わないらしいね。家畜を守るための槍やな。かっこいいね。これが牛の毛やって。とりあえずちょっとね、俺の腕がやばいことになってる。ちょっと見てよこれ。オケバー。バー、テン、テン、オカバー。ほら。いやー、ヒンバやん。片手ヒンバやん。染まりつつあるもすごくない？相当強いよ。ほら、全く取れんもん。2週間ぐらい取れないって聞いてるよ。嘘やろ。How long does it take to get away everything? It will take maybe for about 2 weeks to get it. What? だでしょ。マジで2週間それ。2週間 ?2 weeks? 2 weeks, yeah. 14 days. おぉ It's nice, huh? You... nah, you ありがとう。お土産。You can get it off easily. あ、easy? It comes off easily. No more so. びっくりしたすごい光景。ヒンバの皆さん。そんな景色やん。で、今日CGだよ。いや。アルコール？アルコール？ Yeah. They drink alcohol? Is this alcohol? Yeah, Japanese sake. Japanese alcohol.